おやつとは午後の間食のこと、あるいは間食全般。昔の時刻の呼び方で八つ字に食べたことからこう呼ばれた。現代では三時のおやつなどと呼ぶこともある。明治以降は時刻の数え方が変化したため、一部の人がお三時と呼んだようで、工事園でもお三時という呼び方に一応言及されているが、結局その後全然定着しなかった。 関東のごく一部の家庭の年配者が家庭内でお産事と呼ぶことがあるようだが少なくとも近年では日本全国でそんな呼び方はされていないようである関東でも関西でも名古屋でもそんな呼び方は聞いたこともないという人がほとんどのようなので使えない表現であるあくまでおやつが標準の表現であるおやつで食べるものは大抵は甘いものである 例えば菓子類、果物類、ケーキ類などである。つまりおやつでは、比較的高カロリーのものが取られる傾向がある。とはいえ、おやつというのはあくまで完食という位置づけであり、通常、昼食や夕食よりは、量が控えめである。だが、子供の中にはついおやつを食べすぎる者も,もいる。お茶にしようと声をかけ、お茶と共におやつを食べることは、日本の大人たちではよくある風景である。 1930年代後半や1940年代前半の日本の資料では子供のおやつは午前10時と午後3時とされた。あくまで子供のおやつはそれらの時間に取られおやつと呼ばれたということである。農林水産省のサイトでは最近食品の消費をもともとは8つ字に取る感触のことを指しておやつと呼んでいたのだがその後午後のそれに限らず 間食全般をおやつと呼ぶようになっていったと書いているが、工事園では今日でもあくまで午後の間食と説明する。地方によっては、農作業など野外で肉体労働をする人が昼食と朝、夕食の間にとる軽い食事のことを小昼と呼ぶこともある。なお、世界各地に午後に間食をとる習慣、いわばそれぞれの国のおやつがある。その時刻は、 夕食をとる時刻の影響も受ける。夕食の時刻は国ごとに傾向が異なるので、各国のおやつの時間もそれぞれ異なる。世界のおやつ、その時刻日本では古くは食事は朝夕のみの1日2食であったが、農民たちが体力維持のため休憩時に軽食をとり、これを昼食、寒食などと呼んだ。元禄時代には1日3食が一般化したが、 この頃から、おやつの語が出現する。江戸時代後期の下作者、極亭馬金の日記には、まんじゅう、せんべい、団子などの歌詞が頻繁に登場する。三代、歌川報告の浮世絵には、魚をかたどった砂糖菓子、金貨糖を子供に与える姿も見られたという。世界各地に、同様の習慣、つまり、昼食と夕食の間に間食をとる習慣がある。草上の具 ご婦人たちのグテ。フランスの画家イバリスト・カルペンティエルによる絵画。フランスにはグテグッテという習慣がある。午後の終わり頃の感触を指してグテと呼ぶことはルネサンス期頃には始まっていたようである。そして世界で初めて出版された百科辞典となったフランスの百科全書にはグッテという用語が掲載されている。当時は主にパンをスライスしたものに、 バターやジャムを塗ったものや果物などが食べられていたようである。19世紀頃には次第に裕福な人いわゆるブルジョアが増え、そのご婦人たちや子供が午後テーブル上にパティスリールを並べカフェを飲みつつ楽しんだり、外出して屋外で楽しむなどということも行われるようになっていた。フランスでは子供たちが学校を終えて帰宅しておやつを取ることは一般的だった。 フランスのブルジョアたちはもともと紅茶を飲まず、飲むのはもっぱらカフェであったが、19世紀にイギリスの富裕層で流行し始めた紅茶を飲みつつ、軽食を食べることを、フランスのブルジョアの一部が真似し始め、彼らは午後の間食のことを、英語の TT をフランス語に訳した後のテテと呼ぶことを好んだ。そして従来の表現、グテはどちらかというと、子供の間食を指すとみなすようになったいう。 なお、グテの別名は、キャトルールキャトルールで、これは、4時という意味である。1941年に、フランスの学校では4時のおやつを取ることが普及したと言う。現在のフランスでも午後の間食は取られており、子供たちは、学校から帰宅すれば、互いに交流して、家で甘いものを食べるし、働く大人たちも4時頃に、グテを取る。 現代のフランス人は何を食べているかというと、フランスではブーランジュリーとパティスリーが兼業になっているところも多いのだが、その店頭には午後のグテやテにぴったりのパティスリーやケーキ類が並ぶ。フランス人が好むのは、例えばオーソドックスなスライスしたフランスパンにバターやジャムを塗ったものであったり、ブリオッシュ、砂糖がけのクレープ、パンをショコラ、パンをレザン、タルトオポム、 初尊オッポムなどである。英米流にクッキーやドーナツやマフィンを食べる人もいる。子供たちはガトーが大好きである。カフェや紅茶と共に食べる。フランスのグテという用語は、もともと味見といった意味の表現であり、グテには時刻の意味がもともと含まれていないので、午後に限らず、朝食と昼食の間の間食までひっくるめて刺すために使うフランス人もいる。 フランスの隣国ベルギーもフランス語が話されていて、両国は文化的に密接につながっているが、ベルギーやフランス北部では16時半から17時に取ることが一般的だという。一方カナダのフランス語圏では午後の真ん中あたり、つまり14時から16時頃に取ることが一般的だという。イギリスで食べるのは、例えば繊細に仕立てたキュウリサンドイッチなどのサンドイッチ。 イギリスでは、19世紀の赤葉世紀頃に、富裕層の人々の間で午後に紅茶を飲むことが一般化し、紅茶を飲みながら、パンにバターを塗ったもののごし読売新聞2014年8月8日、おやつの習慣江戸時代に始まるによる。この記事にも書いてあるが、砂糖はもともと舶来の高級品だったが、八大将軍、徳川吉宗が国内生産を奨励。砂糖を入手しやすくなり、 甘みが広まる要因となったという。スペイン、ポルトガル、オランダ、フランスなどに遅れを取る形で、イギリスも世界各地へ進出し、それらの国と熾烈な勢力争いを繰り広げ、イギリス人たちはインドでも1600年に東インド会社という貿易会社を設立し、フランス、オランダなどと権益争いを繰り広げていたが、7年戦争という、 イギリスとフランスとの間の大規模な戦争が起きると、両国はインドの地でも激突したのだが、1757年6月のクラッシーの戦いでイギリス側が勝利。それによりイギリスはインドで優勢な存在となり、おまけに貿易会社の東インド会社のインド、貿易独占権が1813年に執行し、ただの政治組織になっていったこともあって、イギリス本国側は、 インドの地元の諸行に対する支配を拡大し、1818 18年には当時インドの最大勢力となっていたマラーター同盟を解体してしまい、1848年にはパンジャーブの四国王国も滅亡させた。さらに、ムガル皇帝まで9月として支配し、1858年にムガル帝国を廃止し、ビクトリア女王を皇帝とするインド帝国を樹立した。 つまりイギリスは皇帝がいた地であるインドをすっかり踏みにじって支配してしまい植民地化してしまったわけでありイギリス人はインドの人々を奴隷にして強制的に働かせることで富を作り出しその富がイギリス本国に流れ込み結果としてイギリス国内で裕福層が増えたそしてインドで奴隷を使い茶葉を生産させ紅茶を生産することや イギリス本国でそれを飲むことがまずは富裕層から、そして次第に中間層まで一般化した。インドで生産されたものは、小舟でイギリス本国に運ばれたが、特に1840年代あたりから、イギリスで新たに登場した富裕層たちによる消費の量が増え、紅茶などをイギリスに大量に早く運ぶ必要が出てきたので、より高速な小舟が開発された。それが、 クリッパーと呼ばれる船である。紅茶を運ぶものは、ティークリッパーと呼ばれた。つまり、イギリスで、午後の間食を優雅に楽しむ習慣が根付いた、背景には、実はそうした一連の歴史的な出来事、欧州諸国に対するイギリス側の追撃、帝国化、大英帝国の出現、インドの人々に対する過酷な扱い、イギリスで富裕層の出現と紅茶を飲むことの習慣化。 があったわけである。ありがとうございます。